はい皆さん、こんにちは。えーはい、ヘッツ YouTube ナビゲーターの添本俊哉です。よろしくお願いします。えっ、ー、と、今回はあミラノにチャレンジした千野くんを呼んでおります。はい、はい。で、茅野くんに今回いろいろとお話を聞きたくて、はい、今日は朝早くから来ていただいてありがとうございます。こちらこそありがとうございまますすさんはじめしししてヘッツのですよろしくお願いいたします。 じゃあまず、ねあのー、これだけ2年半およそ3年、うんね、コロナ禍においてミラノに行った目的、うん、なかなかみんな皆さん行かないよね。そうですねしかもコロナがこんな長引くなんて多分皆さん思ってないですもんね。うん、の中でまあ、今回私がミラノに挑戦したきっかけ理由はまあ 単純ににミラノ行きたた、たたかかっっっ挑戦したかったっていう、やっぱりそういう思いはずーっと持っていてけどどうしてもいけない何だろう、焦りとかも交えつつも今はモデルの仕事と会社員の仕事私は両立しながらあの今ヘッズに所属してるんですけどモデルだけ会社員だけではなくそこの両立 をうーんと体現したたかったモデルの仕事も100%会社員の仕事も100%その中で新しい働き方っていうのを自分の中で模索していてそれを作り上げていきたかったっていう思いも実はあって社長の知ってる中でモデルもやってで会社員もやって両立しながら海外挑戦してる人っていますかあいいますいますす、うんうん、要はモデルををややっってて会社員 で、えー、海外。まあ、海外行ってる人、うん、若い子たちで、ええー、数名を愛しああ<ー>、本当ですか。素直でかっこよくないですか。で、僕は思っちゃうんですよね。あ、うん、こんなこともやってて、あんなこともやってて。あ、すごいなーって、やっぱり僕は感動を覚えたし。うん、そういう人を見て、あ、僕もそういう働き方をしたい。うん、モデルと会社に限らず。うん、うん、いろんなことをいろんな。 視野でこう仕事挑戦し続けてるっていう人の働き方がすごくかっこいいなと思ったんで、うん、僕自身もそれを体現させたかった、うん、新しい働き方を作り上げたかったっていうのであの今回ミラノに挑戦しましたいやかっこいいと思いますよ。うん、なぜかっこいいかっていうとあの、うん、一つのことではね生きていける人と生き,て生きていけない人がいる。うんでも で二つ三つう才能がある人はもしくはできる人はやっちゃっていいんですよね、うんうん、皆さん副業って言い方するけど、うん、副業っていうのじゃなくて複数の行、うん、思ってそこで、えーね、いろいろと活躍するっていうのはとってもいいことだと、うん、はい、うん、まさにその通りだと私も思います、うん、はいで そしたらね、あの向こうの、はいはい、ミラノのエージェンシーに入るシステムを教えてほしいんですけどはい私が初めて、えー、と事務所所属できるようになったのは2019年なんですけど、うん、19年に所属して2020年の1月のコレクションが初めての初挑戦だったんですけどまず日本にいる時点で。 向こうにめちゃくちゃ SNS とかあとホームページからでメールをして自分の資料を送りました、うん、送って、えー、とアポイントが取れたところもあれば、まあ、取れなかったところも正直あるんですけど、うん、で向こうの事務所からあ来るんだったらこの時期に来てってある程度の日時を指定されたんで、うんうん、でそれに向けて行こうと思って、うん、ミラーの滞在期間は今あの時は4日間だったかな4日間か5日間ぐらい もうちょっとあまり長くいると滞在費も費用がかさんじゃうんでまあそれの日数をバチンと決めてそこでアポイント入れるだけ入れてもらってで向こうに行ってでブックと自分で作ったコンポジット持って事務所を叩いてで自分を見てもらったで見てもらった上でうんと「ああじゃあまた連絡するね」って言ってくれるところもあれば。 もう事務所をノック叩いて見てもらいたいんだけどけど君はアポイント入ってないからっていうので見てももらえなかった事務所も,もちろんたくさんあるんですけど、うん、まあそんな感じであの毎日1日、えー、と何件か行って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 の繰り返しでで結果そのミエラのに滞在中にその所属できる事務所は決まらなかったんですけど、うん、帰国してあの時は1週間以内かな、まあ、23日経った後に。うん 事務所から連絡来て所属して「あーあの君よかったらいいよ所属させてあげるから次コレクション着なよ」って言ってくれて、うん、それがだいたい11月末ぐらいでしたかね11月中旬から末ぐらいで、えー、と所属が決まってあ。ということは前もってエージェンシーを決めに行ったってことになるわけがね。そうです私は前もって、えー、と事務所を決めに行きましたます。うんうん で所属することができて、えー、とオーディション受けられるようになってで次行ったのが、えー、と1か月後の2020年の1月2日 2>, うん、うん、2日の午後の便だったかなでイタリアに行ってで現地時刻の2日の夜だか、まあ、それぐらいに着いてで次の日事務所に行ってで事務所が作ってくれた新しいコンポジットを受け取って。 4日か5日からもうオーディションがスタートしたって感じですかね。でその時って、はい、なんか大きいキャンペーンをやったっていう。<laughs> 大きいキャンペーンまあそうですねあのー、日本には多分出してないかもしれないですけど、まあ、けどヨーロッパとかアジアを展開している、あのー、ファッションブランドさんの、うん、まあキャンペーンというか広告をさせていただいてその時は、はい、大変ありがたい。 さあのー、もう今でもはっきりと覚えてるんですけど、うん、まあ僕その英語がなかなか喋れないのであの事務所でのコミュニケーションはちゃんとあの「WhatsApp」っていう日本でいう LINE みたいなアプリがあって、うん、まあ文面ででやすするんですよでその時にユキ仕事決まったよ」って連絡来て「えっ!?」ってすごく嬉しかったんですけど場所がモナコで「えっ!?」って。 ただでさえ、海外でそのコミュニケーションが取れない不安がある中「あモナコってどうやって行くんだろう?」って調べたら飛行機でかつ直通便がないからトランジット乗り換えをしなきゃいけないっていう,そ,もうそれもそれでちょっと話すと長くなるんですけどけどもうイタリアからモロッコ行ってでモロッコで 2, あ2日間かな2日間撮影して。 でまたとんぼ返りっていうすごく慌ただしいスケジュールではあったんですけどあのまさかの初モロッコっていう形ではい戻ってきてオーディションにまたそうですね戻ってきてからまた戻ってきたその日にまたお昼からまたオーディションコレクションのキャスティング回りっていう形ではいそれが前回ですよねそうですそれが2020年の話ですねはいじゃあ今回を改めて、はい はいまあ、改めてコロナになって期間が空いたんですけど、うん、うんと6月のコレクションに行くにあたって5月ぐらいかな5月の上旬ぐらいにえと向こうのマネージャーに連絡を取って「今シーズン行きたいんだ」と思ってるんだけどどうかなっていうやり取りで、まあ、そしたら新しい資料送ってっていう話からいろいろと,とこう資料を出したりだとかっていう連絡をやり取りしてたんですけど。 単純に僕自身がその資料を送るっていうのがちょっと遅れてしまって、結果そのもう今シーズンのコレクションのそのパッケージっていうのにこう打ち切られちゃったんですよ。ああ、そっか。それは単純に僕自身がもうあの資料を出すのが遅くなってしまったので、もう本当に自分の不甲斐なさというか、まあ失敗ではあるんですけど。事務所でそのパッケージを前もって パッケージを組んでその人たちをそこのメゾンにオーディションに行かせるっていうそういうやり方っていうことでいいのかなそうです基本的にはそうですねもう各事務所でねあのヘッズでもやっぱりこれだけの先輩方がいてけど、うん、その事務所にどんな人がいるのかってわからないと事務所側ももちろんオーディションなんか組めないじゃないですか。うん、で事務所サイドも自国にいるモデルとそれぞれぞの 他の国にいるモデルってやっぱりたくさんいるんで今シーズンはこのチームで戦うぞっていうその俗にパッケージって呼ばれるものがそれぞれ事務所にあって、うん、で基本的にはそのパッケージに入ってる人たちを優先的にこうキャスティングを組むっていうシステムになってますね。うん、そっかで言ったら結構やっぱり並ぶっていう作業があったのかな。 そうです、ね、<laughs> まあ事務所からはもうキャスティングがもしかしたら組めないかもしれないから正直来てもしょうがないと、うん、だったらネクストシーズンだから次1月なんで来年来た方がいいんじゃないかって実はわざわざ国際電話も来たんですよ、うん、でそれぐらいまあ事務所は親身になって答えてくれたんだなって僕は正直それは嬉しかったんですけど電話までしてくれたことはだけどそれでもやっぱり行きたいっていう気持ちは変わらなかったし。 行、うん、ったら行ったで何かしら起きるだろうって思って、うん、あの行ってで事務所挨拶しに行ってそしたら事務所がもうその熱意に応、うん、えてくれたとかな何かを感じてくれたのか、うん、ありがたいことにそこからキャスティングまあちょっと今回は前回と比べたら全然少なかったんですけどあの3本組ませていただいてっていう形で、はい、実際にキャスティングも行くことができました。うん 向こうはね特にねあの覚えられるっていうのが大事だからね、うん、そうですね、うん、何回か足を運んだねメゾンにねはいうん、うん、絶対になると思いますなんかキャスティングって日本と違って海外のキャスティングってもう数百人並ぶのが当たり前今回夏のイタリアで僕初めて行ったんですけど すごい暑いじゃないいいですかすかごい暑い中影もないところにこうつらって人が並んでてでやっと自分の番になったと思ってで「はいじゃあコンポジット出してもうなんだろう5メートルぐらいですか、うん、1一往復して、うん、はい OK ありがとうバーイ」って言われて「え終わり?」みたいな。 けど、そのたかが数秒でも向こうの目線の人はね。やっぱり印象にロ残る人は残ってるんですよね。もう本当にそれは思います。その一瞬でどれだけ自分を見せられるかっていうのが本当に勝負の世界だなって改めて感じますね。まあ、けど、それをね。何回も繰り返すことで。あ、また来てくれたんだ。で、向こうも思ってくれるし、こっち側からしてもあまた呼んでくれたんだ。っていう気持ちにもなるので。 やっぱりこう継続していくっていうのは本当に大事なんだなって思いますととても大事だと思う、はい、印象っていうのとその人の、えー、時期によってその半年だったら半年、うん、1>, 1年だったら1年、はい、1> 顔つきも変わってくるし雰囲気も変わってくる、うん、っていうところもしっかり見てると思うし、うん、もちろんあのこっち パッションの方もしっかり見てるからそうやってだんだんみんな決決まっていくんだよねそうなんですよねなんかそうなんか残酷かもしれないですけど努力が必ず報われるっていう世界ではないのでうんそれは本当に難しいしいまだにわからないですね。 まあでもやったから、えー、ちゃんと準備をしっかりして自分自身がこういうものに出たいっていうものがしっかりあればそれは僕は出られると思ってるうん、うん、僕もその気持ちはぶらさずに、うんはい、また次行きたいじゃなくて行くつもりでも、うん、行く準備をもう今こしあの着々と進めてます。 はい、<laughs> これ笠原さんにも言ってないのぐらいのまだ、まあいいやはい、前回すごい寒い時に帰ってきて「はい、僕もう二度と行きたくありません」とかって言ってたけれども、はいはい、いやけどやっつらいはつらいんですよやっぱりそれはつらいですよだって行ってなんだろうないや僕はなおさら言葉がしゃべるやっぱ言葉ってやっぱコミュニケーションで大事だなって思いますよね まあだけど勝負しに行ってるから遊びに行ってるわけじゃないしって最初は思ってたんですけどあのの少しの遊びも大事ですやっぱりあの勝負に行ってくるからこそこう気を張り詰めるところはもちろん張り詰めなきゃいけないんですけどやっぱりある程度の楽しみがないとその自分の精神状態が良くないというか、うん、なんかこう自分の考える時間がすごく多い中。 ポジティブなことを考えられたらもちろんいいんですけど考えるる時間があまりににも長すすぎるとうん、うん、とだだんんんネガティブになっていくんですよねうん、うん、でそのネガティブな状態でオーディション行ってもなんかわかんない客観的に自分を見てないからわかんないですけど、うん、ふと時間があって余裕がある時に思い返すと、うん、あああの時全然余裕なかったなもっとあの時こういう気持ちでいけばよかったのになってやっぱり思うことはありますね。 暗く見えちゃうしう、ね、自分自身が暗くなってるのもわかるんだよね、うん。あと冬のイタリアはもう毎日曇りなんですよ寒いじゃんもう寒いし曇りだしなんかもうスカッとしないというか、うん、えまあそういう気候だからしょうがないんですけどね。 すごい寒い。日本より寒い感じしません、ね、いや日本より寒いよ。寒いですよね。寒い寒いだって日本よりも服ね上だから。でもフランスもパリもミラノも、うん、やっぱ冬めちゃくちゃ寒いもんね。寒かった、うん。自分が行った時はもう泣きが入ったもんね。本当ですか。うん、うわー。いやもう本当に寒かったですね。うん もうめちゃくちゃ仲聞込んでダウン来てみたいな、うんはい、だってもうあの時そのまにその2020年の話ですけど帰国しても結構な日数ダウンしましたもんね僕そうだね寝込んで熱も出たのかなわかんないけどもう本当にずーっと寝てました、うん、体も重いしだるいしっていうのが、うん <laughs> う事務所に1回来た時に「はいはい、いやーもうつらかったですほんとつらいです」っていうのは聞いたから、うん、<laughs> 言いました言いましたもうそこは素直に伝えました、はい、もうめちゃくちゃつらかったって、はい、じゃあまあま、ね、そっからねでさっきのね失敗談っていうのは前もってね ちゃんともっともっと連絡取っておけばかったっていうところ、うん、そうですね、うん、本当にあのー、やっぱ準備って大切だなって思いましたね、うんうん、勢いだけではどうにもならないってこともある、うんうん、なおさらこのコロナ禍っていうコロナまあ、まだ開けてはないですけどコロナっていうのが起きてから初めてのミラ来の挑戦 前回よりそのキャスティングを組む人数もだいぶ絞られてるなっていう、うん、確かに100人以上並ぶって日本からしたらえってなるとは思うんですけど、うん、その前2000始め2020年初めて行った時はもっと並んでたんで、うん、人200人300人いたんじゃないですかね。うん、本当に並んで2時間3時間待つって普通だったんで。うん しかもほらオーディションの時間が朝、例えば9時ぐらいから、ねうん、夕方の5時、6時までの間にやってるかうん、うん、並んでる時間帯っていうのはそれしか見てなくて、うん、他の時間が例えば朝10時から17時の間に行ってねってメール来て、うん、え俺何時に行けばいいのみたいな今日、うん、も事務所からポン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 ってもうめちゃくちゃキャスティングのラインが来るわけですよ。 例えば時時から17時のオーディションがあって逆にピンポイントで15時って呼ばれてるオーディションもあって何、うん、かそういうのがワーッてくるから自分であ15時にここ行かなきゃいけないでここのキャスティングは10時から17時空いてるからあじゃあ早めに行こうう終わってから15時に行こうって思ってても、うん、行ってもめちゃくちゃ並ぶんでうん、うん、普通の感覚だったら行ってあちょっとして。 キャスティング終わってでお昼ちょっと食べてゆっくりしたから15時のやつ行こうと思ってもあれ12時経っても全然進まない13時に経ってもあちょっと進んだあ14時あ1時間後にはもうこの15時のキャスティングだけどあ俺まだここにいるのっていうことがもう普通に起こりうる状況もあったのであの時はちょっと焦りましたねあ本当に並ぶってこういうことなんだって思いました。 そのうちに慣れてくるとね、はい、抜けてね,、はい、ねそっちの方を先に行ってそういうことで,すよ、ね、後で戻ってくるっていうこともできるなんか途中から僕の目の前の人が抜けていくんですよどん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 えせっかく並んでるようにもったいないって思ってたんですけど振り返ったらああの人はもう多分他のキャスティング呼ばれてたから自分でタイムコントロールして。 あ抜けて向こう行ってまた戻ってくるんだろうなって今,今は思いますけどね、うん、当時は全然分からなかったので、はい、やっぱりそうだよ、ね、さっき言ったあの余裕とか慣れとか、うん、くだらない慣れじゃなくてねいい慣れとかそういうのを学んできて、うん、でそういうことをだんだん向こう行ってあの繰り返し繰り返しそういうのを自分の中で取り入れていけば、うん、よりやり 安くなっていくっていう。そうですね。やりやすくなってくるし、うん、ま気にしなくなりますよね。うん、あの、向こうってなんだろう。ずる <laughs> ずる込み、割り込みって言っていいのかな。うん、平気で起きるじゃないですか。起きる、起きる、起きる。もう、なんだろう。もう当たり前かのように、うん、あ、やっと次俺だーと思って、そう、扉の前で、扉の前にいるだけで、扉入っても絶対並ぶって分かってるんですよ。うん 何俺がいてがて扉「ありますあ次じゃあはい来て」ってカモーンって言われて入ろうとしたらスッて入ってきてガチャって「えっ?」みたいな「うんうん、なんだこいつらは」ってイラッとしますけど、うんね、もうそういうのが当たり前だと思ったら、うん、もうイラッとししてもしょううがないなっていいっ、うん、<ー>のんびりしてるんだよもともと全体的にのんびりしててその中で、ね、パッと入る人いる。 きますねだってその後ろには何十人何百人並んでるんですよ。うん、お前並べはって思いますけど <laughs> <laughs> まあまあまあしょうがないですよねなんかもうそういう世界だからまあまあまあ、はい、私もだからそれを経験に友達が並んで「ああ」って言いながらすって入ることもね、うん、まあまあまあそんなこともしながら <laughs> そうそう <laughs>、はい、人二人先行かしたからって 1>,、うんあのね、1分2分しか変わらないんだからそうなんですよね。 そうまあけどやっぱりその経験から得るねいろんな経験値っていうのは本当に大事だなと思いますね。